購入品紹介コンペから、第1弾と第2弾で分かれて購入品紹介していきます。なんでなんでなんでかっていうと、やっぱこう、いっぱい俺らって買ってくるやんだけどもさ、ね、時間もその YouTube ね、編集する時間とかもあれば1個ずつ紹介する時間短くなるよ、うん、1個のアイテム、もう思い出あるからいっぱいあるから喋りたいことそのために、まあ第1弾、第2弾で分けてね、1ヶ月でやっていきたいと思います。なんか緊張してんねおめえ。うどんも緊張してない。目だよ緊張してない。いやまだちょっとやりたいことあってさ。何やりたいの？ちょっと一回ワニオープニングなして。先に。エブ見てボッしたら負けー。いや懐かしいなと思って。あどういう意味よ。どういう意味や。いやワード見えてったら、うん、やったやんそういうの。ああ。過去にね。アスタキララ見てね。うん興奮したら負けってやったやん、うん、っていう、まあ今日は変態コンビで服紹介していくんで、しばらんしばらん言えないやろそれでただそれだけやったから家でやれ家でしてやる家でやる家でも何してね紹介してないよかった。いや今月ね、うん、2品なあ組むやつミスった。いや違う違う組むやつミスった。欲しいもんが見つかんなかったんや。えそんなことある。え違うぐね。え貯金してんの。してないしね。なんでどう普通さ。え普通さ、うん、毎月毎月欲しいものありすぎでさおめえらそうじゃん。わあれなんて、うん、なんか自分の中で、うん、なんとなく欲しいのあるんだけど形はあるんだけど、うん、ねえよ。何それねえやん。欲しいものねえってない。でも貯金はしてないんでしょ。うんまあしたいけどね。貯金できてないんだもん。できてんな。じゃあおめえあれだよやっぱ隠れ家に行こうって言ってね過去のその支払いが来てるかもしれない。ああそうね。おめえ闇金やってないから絶対過去の借金今してるってもう日本に棒払いでじゃあ、うん、私の紹介してもらっていいですか先に。ああ先に言わざる出るよ。うんおめえ逆に何しなかったの。わーわー4品っすまあまあまあ でかいじゃん金額が。わーわあ1品1品あ、女だ1品1品早く言えやおめえの AV のせいだよ。投げ具だったもん。はいもあおこれもありました。これ3品目です。へえー、じゃあまずついでにこちら紹介しましょう。こちら、ショルダーバッグ買いました僕今月。へえー、値段500円です。バカ安いやな。マジディグしてんじゃん。でちょっと何のブランドだろうと思ってさ、うん、裏見ても表見ても書いてないからさ、うん、こうやって何のブランドだろうと思ってみたら種明かしされる。はいビューティー&ユースとジャック・スペードっていうところのコラボですね。へえ聞いたことあるジャック・スペードって。ないね聞いたことねえや。ビューティー&ユースは知ってるじゃん、うん、ユナイテッド・アローズ、うん、でちょうどね黒いやつ欲しがったんでその時、うんうんうん、まあこれ買ったって感じで。こういうのが使える系の服を買ってます。何でも合うやろこれ。でもより合うんよこれに。あより合う服が集めてんの。より合う服を集めなんで、うん、じゃあそのまま2品目いっていいですか。ああいいよ。あじゃあもうこれでコーデできるんだ。あもうできるできる。あちょっとまとまるからちゃんと見て、うん、いくよ、うん、2品目こちらです。はいアディダスのニットベストでございます何で笑ったの。えこれ前見たね。いくら祭りに行く前の準備のコーデなんだ。あだあそんだけ紹介してたんだ。そうそうこれまずちょっとまず紹介しないと思って今日もちょっと持ってきちゃったんですけど、うん、今月、うん、買った中で結構これ気に入ってるアイテムで、マジなんかクローゼットにあるだけでもなんかちょっと嬉しいよこれ。なんだ7個好きで後ろもね、うん、こういうデザインあってステンドグラスみたい。これ何のデザインなんだろうね。ステンドグラスじゃない。アディダスっぽいけどね。あこれアディダスっぽい。アディダスっぽくね。まあ逆にアディダスっぽくなくていいなと思ったんだけど。あなんだこれシーソーで買ったんだけど、うん1万2000ぐらいかな値段は。じゃあワニ着させてよ。絶対いいじゃん。まあおめベスト欲しいって言ってるからね。そうベスト欲しいんよマジで。あーでもあーなんか色似合わないかも。劇的に似合わないから、ね、そう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 。まあ赤着てるのもあるよね。いやでもなんか絶妙にヒロムっぽくないのかな。キャップ欲しい。キャップこの黒だったらいけるかもさ。何この黒のスウェットにベストだったら。ああまあだね。ちょっと身幅広いやん。ベスト持ってなかったからさあんまり。
なんだ、よくカラーも入ってんのよ。トップス結構持ってんだけど、オレンジ、赤とか、うん、水色のもの持ってなかったから、まあ結構いいかなって感じで、ちょうどいい、うん、買いました。これは結構マジ気に入ってます。シソたまにこういうアイテムあるんだよね、アディダス。結構ヴィンテージイメージあるじゃん、シソって、うん、でも行ってみたら運よく巡り会えるかもしれないよっていうのを宣伝しておきたかったです、うんうん。じゃあ次そのまま3品目いきます。まあこれとこれ、カバンとこれね、うん、ベスト買ったってことは、うん、もうこれに合わせるアイテムはもう一つですね。サングラスっすね。違います、ニット帽でございます。ニット帽なんや。ニット帽でございます。なんだ、はい。まあこれブランドはあれですね、ヨーコサコモトさんっていう場所じゃねえや、ブランドなんですけども、弘前にあるゆらぎっていう場所で、セレクトチョップです。これはセレクトチョップ。やばいやばい、セレクトチョップしてる。あのインスタは全部フォローしてるよ、この辺のなんか服屋さん。フォローしてるね。そうそうそう。で、なんかほらこれがね、更新されてニットボーツと欲しくてさ、ラグじゃねえか。俺さ、あのみんなに質問なんだけど、ニットボーって何月まで被ってもいいの？いつでもいいっしょ。あ、もういいんだ、それって。いつでもいい。7月でもいいの？いい。素材による。素材によると思う。あ、まあ、真夏は多分ワンチャン被んないんだけど、うん、でも春、秋、冬はいいけど。まあ、今欲しいやつなんだけどさ、この、これ。あー。これって夏どうなの？いけるべ。いけると思う。だって、うん、ほら、白 T 着て、テック着て、うん、テックベスト着て。ちっちゃ、あっちきついね。まあ、あっちのはあっち。うん、まあ、確かに。なんか、結構頭は焼けるやん。オールホワイトかな、うんうん、のコーデ結構やるんよ、うん、アイテム持ってるインスタで載せてたあのモデル、うん、あ結構そのオールホワイトでこれ被ってるさ、だからおこれ結婚じゃワンもいけるなと思って、これ値段は一応9000円ぐらいかな、うん、古いね。そう、まあ、ちょっとニットコンシャーでも割と高い方ではあるのかな、うん、みんなからして2万ぐらい出る。あ、なんだね、いいの？いいの？いいの？2万で住んでるよ、月抜きの服代。なんかでもさ、いや先月ちょっと高かったよ。あ、そのカードのあれが来てんだ。そう、あのめっちゃ前にさ、スタジャンとか買ったのがある。あ、買ってたね、うん、あれとかもう5、6万とかしてるから。あとかほら、あ、まあ、コマニアとか買ってるんだって。 あとこのサスクワッチとかも買ってるんだけど、それを結局こうその日に払わずに分割にしちゃったから、それがこう来てるからっていうだけで、そういうことか。そうそうそう、パドラック皆さん買い物には上手にやってください。上手に、まあ、あんまカード良くないですねやっぱ。最近はカードだからやんないようにしてる、ってな感じで僕は3次第になります。ちょっとストリートっぽいかな、うん、今月は。はい、どうした、どうした、はい。さて僕が買ったのは何でしょうか。正解です、皆さん。パンツですね。誰が買ったんですか。こちら、ヨロズアでリグった7000円ぐらいのネイビーのバルーンパンツですね。へぇ、何のブランドなの？これさ、この、なんて言えばいいのかな、ナイキって見えるよ。ナイキじゃないよ、これ、見える、これこのブランド、これ、なんか見たことない？みんなこれ、見たことない？これ、あ、あ、書いてる書いてる、ここに書いてた、なんとか東京って言ってユナイテッド東京じゃないんで。なんとか東京って書いてんだけども、なんなんだろうね。これ履いてトップスがチェックシャツみたいな、チェックシャツみたいなコーデをしてる人たちが多い。ああ、まあ使えるかなぐらいで買ったっすね。うん、ネイビーはいいね、やっぱ。そう、でもネイビーって履かなくね。ネイビー先生、ネイビー先生、今日お越しです。ネイビーは履きます。出回る少ないだろうけど、とりあえずもっと深くないで買いました、これは。あんまその感覚で買うんだ。いや、広め珍しいよね。うん、とりあえずもっと深は。そう、なんかさ、ネイビーのパンツ欲しいんだよな、最近。で、買ったってこと。そうそうそう。でも、多分あんま履かないっす。やめるよね、買ったら履かないよ。はい、続いて買ったのこちらです。コーデュロイのジェットキャップです。おー、キャップ。これね、ストーリーあるんよ。ストーリー、どんなストーリーなんですか。何よ、はニューエラのキャップは3つぐらい持ってるんだけども、それ以外似合わないと思ってないよ。あ、自分でね。そうそうそう。だけども、まあヨロズアで被ってみたら、これ意外といけるやんってなって。痩せたんだよ絶対。なるかな、顔あるかも。そうそう、それでついつい買ってしまった1個です。これもヨロズヤなんだ。これもヨロズヤ。ヨロズヤでしか買ってないじゃん。ヨロズヤでしか買ってない。ね、これ模様がいいよ、これ。
水色入ってて花柄みたいな、本当にほぼ地獄楽っすね。なんかニューウェルじゃなくてこっちの方が今マジテンション上がる、ブランドはよくわかんないっす。値段は値段これ3000ぐらいじゃない。おー、続いてこちらです。じゃじゃん、コーデュロイのキャップです。まだ1回もかぶってねえわ。おー、初めて見たのこれ。確かにこれ、ヨーザーで買ったんだけど。1回に買えよ、これ全部。じゃ毎回、毎回別の日に、別の日に来て、おーよ、全部1キロなんだ。これ、グレーだと思って買ったんだけど、うん、家帰ってみたら紫でした。へぇ超紫で、なんか意外と使いづらいんで。確かに、ね、あんま公開してる。そうそう、え、公開はしてないけど、え、持ってていい、こういうキャップは。うるいやん。あ、まだ、いや、こいつ妥協してなんか、いや、違う、持っていいでいい。あ、そういうキャップ、キャップこんなにあるぜみたいな。ブラックとかでまとめたときに、なんか足んねえなみたいなときに、うん、こう、かぶればいいかなっていう感じで。かぶってるだけで、ね、今日いいよ、今日今日いけるかもね。ほら今日とかめっちゃいいよ、ほらこっちもかっけえもん。赤とかも全然いいけどね、うん、赤に入れでも。そう、うん、もう一回やってみたんだけど、しっくりこなかったんだよな。あ、まあ色味があれだもんね。でもこの色味だったらいけそうじゃない。今日黒の方かっこいいよね。あ、まあまあまあ、今日だね。何もしたこれ。これはね、何もだったっけ、2000円ぐらいじゃない。だから文字好きないよ、この文字が。なんかあれみたいだよね、温泉の。あ、そう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 、確かに。この漢字かっけぐね。これなんて書いてるか分かんないですけど、うん、まあ、読める方いたらコメントで教えてください。最近マジキャップ欲しくてたまんなくなってる。なんマジ欲しくなる、キャップ、止まんねえ。キャップよく止まんねえんだ。キャップよく止まんねえ。じゃあラストいいっすか。4品目、はい、こちらです。これおめえの編集でええな、うん、おー、M グー編集して切る抜いておいておけ。こちらです、ディアルガとパルキアのキャーです。そうだったんだ。ちょっとここ実物ないんだけども、あんた持ってきたかったよ。ああ本当は持ってこいよ。持ってきたかったけど、うん、まあ龍馬んちちょっと遠いよ、うん、雨降ってきてるし持ってくるのちょっと嫌すぎて。宝物なんでは、うん、なんだ、うん、まあ、まだ見たことねえんだよ。見たことないじゃん。でげえよな。でげえよ。でげえんだ。何やってんだっけ、うん、パルキアが何やってんだっけ。パルキアが、悪雨切断。ああ。ディアルガが時の方向だ。時の方向、そうそうそう。戦ってるシーンがね、再現されたフィギュア買いました。なんだこれ、定価4万円するんだけど、うん、メルカリで2万円で売ってたんで、即買ったっすね、これは。すげえな。これ文字、うわー、でも意外と貯金たまんない。たまんない、たまんない。今日3万ぐらいでしょ。うん、3万だと思うじゃん、うん、3万負けてます。水3万負けてます。見てる人分かんないよ。分かんない、分かんない、分かんない、分かんないけど、プラス3万使ってるんですよ。何かでね、何かで3万使ってる。じゃあ6万は使ってる。6万は使ってるから、だからそれは貯金ないわけや。なんでね、まあお金の使い方はね、気をつけましょう。でも仕事買ってないんだよ。買ってなくないよね。お金の勉強だったってことね、今日は。そうね、今日はね、お金の勉強だった、ね。まあ、上手に買い物したってことだよ。そうそうそう、上手に。そうか、うん、右側、そうか。あいつもそうか。負けてるんだもん。まあ、下手したらもっと使ってるかもしれない。どうでしたか。新鮮な購入紹介、うん。でもこれ、2人の仲は深まるな。あ、深まる。確かにな、うん、パルキアのさ、うん、どこで俺ら盛り上がったじゃん、うん、こいつみんなが盛り上がったじゃん、うん、意外だったわ。うん、まあ、見たかったけどね、うんうん、まあ、できれば持ってきたかった、うん、まあ、ずっと見られるよ、うん、こう見れるもん、こう見じゃんもん。ディアルガのパンツ。ディアルガのパンツ。ということで、ワートヒロムのね、購入品紹介は以上となりますけど、まあ、みんなもね、なんか今月いっぱい買ったものあると思うんでね、ぜひなんかおすすめのなんかアイテムとか、なんか多いな。あ、分かった。おすすめのアイテムとかフィギュアとかあれば、なんかなんかってなんやコメントに教えてもらえれば嬉しいです。じゃあなに。バイバイ。何やってんねん。